エックハルトトールはドイツ生まれでカナダ在住の著者。サトリを開くと人生はシンプルで楽になるとニューアース意識が変わる世界が変わるの2冊の著作で特によく知られる。2011年にバットキンスレビューによる世界で最も精神的に影響力のある人物に位置づけられた。2008年にはニューヨークタイムズがアメリカで最も人気のある 精神世界分野の著者と評した。ロンドン大学を卒業後29歳で、内なる変革を経験するまでは、人生の大半を落ち込んで過ごしていたという。その後数年間、無職のまま、深い喜びの状態でさまよって過ごして、後に精神世界の指導者となった。後に、北米に移り住み、最初の本、ザパワー・オブ・ナウを書き始め、 この著作は1997年に出版された。2000年にはニューヨークタイムズのベストセラー一覧に掲載された。現在に至るまで10年以上カナダのバンクーバーに居住している。2009年までに上記の2冊は北米だけで300万部と500万部売れた。2008年にはおよそ3500万人がオプラウィンフリーと トールによる10回連続のネット性中継、ウェビナーに参加した。トールは特定の宗教との関わりを持っていないが、広範な精神世界の著作に影響を受けている。ウルリッヒ・レオナルド・トールとして1948年、ドイツの留年に生まれる。本人によると、子供時代、とりわけドイツにいた小さい頃は不幸だった。両親は喧嘩をして、結局は、 別れてしまい、敵意に満ちた学校では完全に孤立していた。第二次世界大戦の連合軍の爆撃で破壊された建物の中で遊ぶうちに、トールは国家のエネルギー上の痛みを感じてひどく落ち込んだという。13歳の時、スペインへ移住して父と暮らした。トールの父は高校へ通うように無理に進めなかったので、トールは文学、 天文学と語学を自宅で学習する道を選んだ。15歳でトールはドイツの神秘主義者、ヨーゼフ・アントン・シュナイデル・フランケンの著作群を読み、大いに影響を受けたという。19歳の時、トールはイギリスへ移住し、3年間ドイツ語とスペイン語をロンドンの語学学校で教えた。抑つと不安と恐怖に悩まされ、人生の中で答えを求め始めた。十二歳頃、 この探求を哲学、心理学と文学を学ぶことで追求することを決意し、ロンドン大学へ入学する。卒業後、ケンブリッジ大学で大学院生として研究をするための奨学金を得て、1977年に大学院に入学した。1977年のある夜、29歳の時、長期間にわたり、自殺を考えるほどの抑うつに悩まされた後、トールは、 内なる変革を経験したという。その夜、トールは眠りから覚め、ほとんど耐えられないほどの鬱に苦しんでいたが、その時、人生を変えるような私服を味わった。この時のことを思い出して本人が語る様子は以下の通りである。次の朝、トールはロンドン市内を散歩したが、すべてが奇跡のようで深く穏やかだった。車の往来さえも、 この感覚は持続し、トールはいかなる場面でもそこに潜む平安を強く感じ取るようになった。トールは博士号のために勉強をするのをやめ、ほぼ2年間にわたり、ほとんどの時間を深い祝福に満たされた状態で、ロンドン中心部のラッセルスクウェアの公園のベンチに座って世界が移ろいゆくのを見て過ごした。トールは友人のところに騒動になったり、 仏教寺院に泊まったりしたが、それ以外は、ハムステッドヒースで、ホームレスとしての塾もした。家族はトールが、無責任で、かつ正気を失ったと思っていた。トールは、なおウルリヒからエックハルトへと変えたが、ドイツの哲学者、神秘主義者のマイスター・エックハルトを忍んだものという、見方がある一方、偶然の一致を引き起こしたとする見方もある。この期間の後、 ケンブリッジ時代の学生仲間や偶然出会った人々がトールに彼の思想を教えてくれと尋ねるようになった。トールはカウンセラー、精神世界の教師として働き始めた。続く5年間、教え子たちが絶え間なくトールの元を訪れた。ロンドンから3時間ほど西に位置し、新しいライフスタイルの中心地として知られるグラストンベリーへと引っ越した。1995年、 北アメリカの西海岸を数度訪れた後、ブリティッシュコロンビアのバンクーバーへ住むようになり、そこで後に妻となる、キム・エングと出会った。トールの最初の本、ザパワー・オブ・ナウは1997年に、ナマステ出版から出版された。初版はわずか3000部が出版された。私は、毎週、自分でバンクーバーの小さな本屋へ数冊を届けていた。友人たちが、 離れたところの精神世界の書店にもすぐ置いてもらうように動いてくれた。この本はニューワールドライブラリーの版権の下で1999年に出版された。2000年に著名司会者のオプラ・ウィンフリーが自身の雑誌をザ・オプラマガジン上でこの本を推奨。2000年の8月にはニューヨークタイムズのベストセラー一覧のハードカバー部門に登場。 さらに2年後には、同じ一覧の第一位に輝いた。2008年までには、この本は、英語から33カ国語に訳されており、さらにその後アラブ語に翻訳されている。トールは2冊目の本スティルネス・スピークスを2003年に出版。2011年の7月には、ザ・パワー・オブ・ナウは、ニューヨーク・タイムズのペーパーバック部門のベストセラートップ10に102回目の登場を果たした。 2005年に、トールは3冊目の本 A ニューアンス》を出した。この本は、ニューヨークタイムズのベストセラー一覧で2008年の3月から9月までの間に数度第1位に輝いた。2008年末までに46回この一覧に掲載された。この年における A ニューアンス》の高い販売部数は、オプラウィンフリーが1月に彼女の読書クラブで取り上げたことに端を発する。 この後の4週間で350万部が売れた。2008年3月にトールは彼女と共に一連のウェビナーを開始した。各週で開かれた全10回のウェビナーはトールとウィンフリーの討論、瞑想、スカイプを通じた視聴者からの質問などを含んでいた。各回のウェビナーは A n ニューア a ースの各章に焦点を絞っていた。第3回のウェビナーは1100万人以上の視聴者を 集めた、ありがとうございます。